い、本日ですね、こちらアウトドアブランドのダウンジャケットのみを十何着かご紹介していきたいなと思います。で、これを見たらね、あ、これ俺にぴったりやっていうのが必ず見つかると思いますので、いきたいなと思います。ではまず一番最初っていうのがこちら、パタゴニアのダウンジャケットです。全アイテム正式名称等はこっちに全部載ってると思います。で、身長はもう一回最初にだけ言っておきます。178センチ65キロになっておりまして、身長芸能人で言ったらマツコデラックスさんと同じ身長というところだけ覚えておいていただければ大丈夫かなと思います。はい、ということになってるんで、これがサイズがね、 M サイズで着用してるんですけど、パタゴニアに関しては基本的にいつもワンサイズ下で着用してるので、レトレックスとかも M サイズで購入しておりますので、まあこんな感じっていうことですよね。これ多分パタゴニアの中でもほんまになんていうの、定番中の定番で出てて、今年確かオレンジがあったんですよ。で、個人的には僕そっちの方が良かったなと思ったけど、去年買った時にはなかったんですよ。黄色とか青しかなかったんで、たまたま残ってた青買っただけで、別に特にこだわりはないんですけど、まあ、個人的に言うとパタゴニアのダウンはあんまり個人的におすすめしないんですよ。だから次のアイテムからパタゴニア出てきません。なのでパタゴニアってやっぱフリースは強いんですよね。めちゃくちゃフリースはクオリティと値段がもう、こんな価格で出していいのみたいなのがいっぱいあるんですけど、ダウンに関してはこの5万5000円を払ってこれを買うべきなのかみたいなところになるんですよ。っていうのもなんでなんかっていうと、コスパから考えたらこの辺最強なんですよ。てかもうコスパバカなんですよ。お化けみたいなダウンジャケットが実は出てて、でこれがね、モンベルのパーマフロストのライトダウンになってるんですけど、まあライトダウンといえどもなめたらあかんんですよ。ほんまにこれもクオリティめちゃくちゃ高いから、今回ライトダウンは全部省いたんですよ。以前ライトダウンの紹介動画ってこっち出してるじゃないですか。でその時にこれはなかったんですけど、これ買ってみたら名前は確かにライトダウンし、薄いっちゃ薄いんやけど、他のライトダウンに比べたら普通のダウンぐらいの感じのあるんですよね。確かに着比べると薄いですけども、これもうお化けで、表地がゴアテックスのウィンドストッパー使って800フィルパワーの中綿、すごい良質な中綿を使ってるっていう段階で、今回紹介した中でもトップ5ぐらいに入ってくるぐらい、もうクオリティとしては間違いないんですよ。なんでかって言ったら、これフードなしバージョンも僕買ったぐらい、これはそうクオリティええわと。これだってフードありとなし両方買ってもバルトロより安いですから。後でバルトロも紹介しますけども、バルトロより安い、そしてそれでいて普通のブランドが出してるような600フィルパワーっていう、ちょっとかさ高の小さいものじゃなくて、ここで800フィルパワーの品質の高いものが入ってると、さすがモンベルやと。だから機能だけで言ったらこれかなり上位にも入ってくるんですけども、わかりますよ、皆さん言いたいこと。めちゃくちゃモンベルの人に失礼やけども、モンベルって感じじゃないですか。そうなんですよ、僕もね、モンベルっておすすめで10何着紹介するのに、モンベルが一番おすすめとはなかなか言いづらいところもあって、お化けダウンであることには変わりないんですけども、まあ、まだまだいいのも後半出てきますので、ちょっと一旦これはスルーしておきましょう。ほんで次がですね、これもまあ真新しいっちゃ真新しいですね。なかなか見ないマーモットの、しかも750フィルパワーのダウンを使ってるということで、後で後々ノースフェイスが鬼のように出てきますけども、ノースフェイスよりももうダウンの質はいいです。だから、バルトロとかすごいパンパンやんと、めっちゃ綿入ってるやんみたいな感じで、ダウン入ってるやんみたいな感じだけども、これは確かにダウンの量は少なめに作られてるんですけど、その代わり一個一個に入ってる質が全部ノースフェイスよりいいっていう感じなんですね。なので、まあ、これも非常にいいよと。たださっきも言ったみたいにちょっと量が少ないところもあるので、まあ、着膨れしたくないとかね、細く着たいっていう方なんかはいいし、あとそれ以外にも実は値段が安いんですよ。お値段が安い、3万円前後ぐらいで購入できるので、まあ、これはねほんまにコスパがいいアイテムが2回続けて続いております。まあモンベルからこのマーモット、確かにコスパいいブランドって、あーコスパいいなと思うんやけど、ブランド見た瞬間にちょっと迷うんですね。あーモンベルか、あーマーモットか、めっちゃ失礼な話なんやけども、なんかそれ分かりません？なんとなく分かるでしょ。ほんでね、過去にはねそういうブランドやったけど、今はもうそれを脱出したよっていう強者たちがいてるんですよ。それがじゃあ誰なのかというとですね、皆さんご存知のナンガさんなんですよ。ナンガがやっぱりクオリティは高い。まあ去年からちょっとアップデートがあったってことで、去年のその新しいバージョンっていうのを着てみたいんですけども、ナンガオーロラテックスダウンっていうダウンジャケットで、これはですねフィルパーからいきましょう。フィルパーがなんと760フィルパーということで、フィルパーも高い。おお、なるほどと。で入ってる綿の量、ダウンの量も 150g 入ってます。ちょっとピンとこわへんねんけども、他のダウンジャケットとかよりは全然多いかなっていう感じです。だからこのダウンジャケットってね、もうめちゃくちゃバランス取れてるんですよ。もうめちゃくちゃ最強にバランス取れてて、めっちゃ軽く作られてて、でそれでいてダウンの質いいじゃないですか。でそれでいてさらにこれ防水生地なんですよ。で40デニールの防水生地っていうのが使われてるから、まあ比較的薄い生地で軽く作られて暖かいよね。おいおいおい、そうなってきたらちょっとさっきまでのモンベルとかがちょっともう霞んできたぞと。いや、やっぱり
今年は何かですかねなんて言ったりしてるんですけど、ちょっと一回これ首元締めてみるとね、襟が高くなったんですよ去年から。でそれによって何が起きたかっていうと、こういう感じで着れるのでマフラーが必要なくなったんですよね。で、あ、マフラー必要なくなったら確かにいいなっていう感じなんですけど、まあ、これも人によりますよね。首短い人とかはちょっとこれ嫌やねんと。なんでかって言ったら、これそもそも顔出てこへんねんと、もうこれぐらいになってくるからこうやってやらなあかんねんと。で結局上まで締めへんから、まあ、こんな感じで着るみたいなね、いうことにもなるみたいなんで気をつけてほしいんですけど、まだまだ悩ましてくるんですよ南賀さんっていうのもね。今年新作結構出てます。で個人的にちょっと気になるなっていうのがあって、それが何かっていうと、ノーザンライトっていうのとマゼノリッチっていうのがあるんですけど、個人的には気にはなっております。でオーロラテックスっていうダウンジャケットのもう一個オーロラライトっていうのがあるんですけど、さっきのやつよりどういう風に良くなってるかっていうと、この中の質自体も760フィルパーから860フィルパーにだいたい100フィルパーぐらい上がったよと。100フィルパーでどれぐらい上がるのっていうと、これですよね。同じ体積入ってるけども、これぐらいの傘高が、はい、変わってきますよと。でダウンジャケットってこれぐらいで済まへん、もっと大きい分の重量だ、これとかで 10g10g でこれだけの差が出てますよと。そしたら今回入ってるダウンとかやったら 180g とか入ってるんですよ。でそんだけ入ってたらもっと差できてますよねってなった時に、やっぱり軽くできるよね、傘高が大きいから。それでいいってなおかつ生地も薄くしております。何が言いたいかというと、もっと軽くなってもっと暖かくなったっていうのがこのオーロラテックスライトなんですよ。次はちょっと正直イメージがおじさんばっかりのイメージでした。僕も個人的には何がっていうとおじさんが着るんですよね。だからキャンプ好きのおじさんが着てる、もしくは若い子でもキャンプ好きな子が着てるみたいなイメージがあって、めっちゃかっこいいなとかイケオジやなっていう感じ、まあ言うと反町とか竹野内豊みたいな感じの人のこうイケオジが何が着てるとこ見たことないんですよ。だからイケオジはちょっと選ばへんのかなっていうところが何がなんですけど、次逆にイケオジたちが選ぶとこが何なんかというとこれなんですよね。ダイワのゴアテックスインフィリウムエディエクティディションみたいな感じの名前ですわ。でこれはイケオジが着てるってんやけど、まあイケオジって主に誰っていうと、まあ、大体東京在住のショップ店員とかアパレル系の人らが着てはるイメージですね。だから性能はガクンと落ちてます。もうこれはファッションとして着るっていう方なんかはもうこういうのがいいかなと思うので、じゃあ中のダウンの湿度なんて言ったら、もともと言ったってこれダイワ釣りメーカーやからダウンの云々っていうのはないじゃないですか。だから外側の生地はすごいんですよ。ゴアテックスのインフィニウム使ってるから、えこれなんかよりいいんちゃいますなんていう話してたら、おいおい中綿高よと、中綿薄いからやっぱり量パンパンに詰め込まんとあったかくならへんねんな、だからこんだけ着膨れすんねんな、まあそれは最近でオーバーサイズで着るからイケオジもそれはそれでかっこいいねんけども、みんながみんな似合うわけじゃないじゃないですか。だからこのあたりがちょっと難しいよねっていうところがダイワのねダウンジャケットになってくるかなと思います。で僕これ着てる人見たことないんですけども、結構インスタグラムであったりとか、あとウェアっていうそのコーディネートアプリとか見たりしたら、あすごいおしゃれな人ら、これに例えばカーゴパンツ言ったりしたやつ履いたりとかして、あおしゃれな感じで着てはるなっていう方も非常に多かったりするので、一応釣りメーカーからアウトドアブランドではあるんですけど、かなりファッション性のね高いようなブランドになってるので、なんか所詮釣りメーカーでしょなんて思ってたりしたんやけども、いやこれ結構イケオジ多いよと。そして皆さんお待ちかね、次はノースウェーツ行きましょう。もうこれはね一世を風靡したって言ってもね過言じゃないぐらい、一時これ流行語大賞になるんちゃうかなっていうか、もうバルトロバルトロってどこ行ってもバルトロバルトロって聞いたけども、バルトロバルトロってまあみんな着てましたわ。ほんでちょっとまあ熱は冷め出したかなと思うけども、バルトロ着てる時ね気をつけてほしいなと思うのが、これはね電車とか乗ってるとたまに 1.5 人分ぐらい取るんですよ席をね。で細いコートとか着てある人はこう黙って細くなってはりますわ。一人がバルトロこれ角で乗ってたら、もう一人これバルトロ着てください。バルトロ足すバルトロはもう3なんですよ。でそれによってこうバルトロ迷惑行為っていうのが一時流行ったこともあったりしてまして、まあ、本人らに自覚はないんやけども、この肩幅がごついからどうしても優先座席を占領してしまうんじゃないかというところの問題とかも、まあ、あったりなかったりするんかなと思いますので、まあ、その辺はね大いに気をつけていただきたいなっていうようなジャケットになってます。次のやつがちょっと早く出ればもう爆発的人気出てたんちゃうかなと思うようなダウンなんですけど、それがね昨年買ったこちらのオルタレーションバフスジャケットっていうジャケットなんですけど、これが去年買った時に多分ノースフェイスのこの手の新作ってセールになりますよと、だからセールまで待っててくださいって言ったら、ほんまに案の定セールになって、まあ、6万円ぐらいしてたんが、まあ、4万円台とかで多分買えた人もおったと思うんですけど、これがねバルトロが人気の時にこれが出してたらとんでもないぐらい火ついてたと思うけど、やっぱちょっと人気がちょっと終わり出した時にこれが出てきたから、あもったいないなと。名前は覚えにくいなんかわけわからんジャケットなんやけども、やっぱこうバルトロっぽい中身に関してはもうほぼほぼバルトロなんですけども、まあ、表地が違うかったり前のところがファスナーやった後フラップがまあボタンになってたりとかっていう、まあ、ちょっとした変更はあるんですけど、あの当時ねみんなが言ってたんですよ、バルトロばっかり揃うからバルトロのロゴがなければな、もうこれはサラリーマンの人が奥さんにお小遣いあげてほしいって思ってるぐらい切実な悩みと同じぐらいみんな思ってたんですよ。バルトロのロゴさえ黒くなってくれればって
みんながみんな思ってたんやけども、その時に出てたらこのバフスジャケットボカーンでしたけども、ちょっと遅かった。やっぱり去年残ってたから、まあ今年もそんなには人気ないんかもしれないんですけど、まあこれも同様ですよ。優先座席注意ジャケットになってますから、優先座席乗る時なんかは、あれ俺 1.5 人分になってないかなとかっていうのも、まあ、考えていただいて乗っていただくのがいいんじゃないかなと思います。そして次がですね、なぜか知らんけど買った時はいいんやけど、どん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 所有感が薄くなってくるよねでおなじみのビレイヤパーカーでございます。ビレイヤってね、すごい性能としては全然申し分ないし、結構シンプルやから大人の人がめっちゃ着れるんですけど、シンプルがゆえにちょっと物足りなくなるっていうところがあるんですよ。これでね、ビレイヤ持ってる人はあるあるなんですよね。だからパッて買った時とかすごい合わせやすいやん、いいやんってなったりするけど、来年の時にあれ俺去年ほどビレイヤの熱量がないでって気づき出すっていうのが、だいたい1年後ぐらいに、魔の1年っていうのがあるんですよ。その間の時は何にも思わんけども、1年経つことによって魔法が解けちゃうっていう、シンデレラの12時が過ぎた状態になってしまうので、カボチャの馬車がカボチャに戻っちゃうわけなんですよ。それと一緒でビレイヤパーカーがすごいのバルトロを起こしてた時代があったんやけども、あれちょっとこれもう俺キーヒンかななんて思い出すっていうのが魔法が解けたタイミングってなってますので、まあそのあたりはね気をつけていただけたらいいんかなっていうことなんですけども、ただ申し分はないんですよ。性能的には何の申し分もないんやけども、なんでかわからんけど所有感がないっていうのがこのビレイヤーの特徴なんですよね。でこれをずっと所有感もない、いや俺あんまそういうこと思わへんよってできる人っていうのは、ちゃんと物を長く大事にできる人だから、そういう人は自信を持ってください。あ俺ビレイヤーに飽きてないってことは物持ちのいいタイプなんやというふうに思っていただけたらいいかなと思うんですけど、で次がこちらですね、ヌプシっていうダウンジャケット。まあこれはもう名作やから、僕も以前レビュー動画の時にもこれヌプシって名作でもう昔からあるから、今の若い子ヌプ2以外にも、まあ、ヌプオジもヌプジーもみんな着てるよね、ありとあらゆる世代が着倒したよねっていうのがこのヌプシなんですよね。だからもうそうなったら階級も分かっ出てきて、次セレヌプっていうのも出てきて、セレブが着るヌプシっていうので、まあ、ゴアテックスバージョンが出てきたりだとかね、あとそれ以外にやったらなんかこんな白ヌプっていうね、白のヌプシ、それそのままなんですけど白ヌプっていうのが出てきたりだとか、あとはこれね森ヌプっていうのが出てきてね、森にいてるような木枯らしのような感じの森ヌプっていうのが出てきたりだとか、あとこんなね革ヌプっていうのが出てきたんですよ。革レザーで作ったヌプシっていうのが出てきたりしてるので、まあヌプシに関してはもうみんな1周も2周もしたよねと。なんでなんかっていうと、ノースフェイスで唯一3-4万円切る価格で買える、まあいいよねっていうジャケットってあんまりないんですよ。ほんまに 2,3 点ぐらいしかないけど、そのうちの一つであることによって知名度もある、安い、じゃあ買っとこうかっていうわけになるわけなんですけども、実は3万円台で買えるのってヌプシだけじゃないんですよね。で、あそうなんと、他にもあんの、そうなんですよ、他にも実はあって、それが何なんかっていうと、このねキャンプシェラショートなんですよ。でこれがなんと3万円台って言ってるのに、定価見てください、51,700円なんですよ。ええー、お前言ってることちゃうやん、全然ちゃうやんってなってくるんだけど、だいたいこれセールなんですよ、なんでかわからないけど。でも毎年これ言い続けてもセールなんですよ。で結局51,000円やったけども、なんか 30% オフとかなんかそんなんだったりして、結局なんかもう3万円台で買いましたねみたいなことになってくるんですけど、まあ、これはだから忘れた頃のクリスマスプレゼントみたいな感じで、年明けてからぐらいかな、だいたい安なるから、自分にとってのがクリスマスプレゼントこそ買ってなかったなと、去年買ってなかったなと、2024年買ってなかったけど2025年の時に、ああそうか、3万円台なんか欲しいな、あキャンプシェラショート3万円台でやるやん、パパッと調べた、やっぱりやるやん、変な買っとこうって言って買うっていうのが、まあ、だいたい毎年の流れなんですよ。去年ぐらいからこれダウンに変わってるんですよね。なので今まで中綿っていうジャケットやったんですよ。まあ要は洗濯できますっていう状態やったけども、まあ、ダウンに戻って他のこういうヌプシとかと使ってるのと全く同じダウンを使うようになったんで、取り扱いの仕方はもう一緒です。だからこのキャンプシェラショート僕も4年ぐらい前のやつなんやけども、中綿やったおかげで飛び抜けがないんですよ。中綿ってこういうシートなんで羽がないんですよね。ただダウンってこの中に羽が入ってるんですよ。羽と羽毛両方があるから、その羽のフェザーによって突き破ってきるんですよ。っていうのがこの中綿自体はなかったんですよね。そうやけども、多分ノースフェイス自体も結構そういう中綿っていうのよりかはダウンをね大量に購入した方がやっぱり値段は安くできるので、こうダウンを大量に購入して、そのダウンをいろんなアイテムに使っていくっていうようなねスタイルになってるんじゃないかなと思います。まあノースフェイスぐらいの規模があったら相当ダウン仕入れてると思うんで、まあその辺がねうまいことやれば3万円ぐらいで買えるんじゃないかということなんですけども、もういやいや真冬のやつないやんと、もうゴリッゴリの真冬とか、それこそもう極寒地行きたいねんとか、そういう時なんかに着るってなったりしたら、まあ、僕のカメラマンのふーちゃんって子もこの間北海道旅行でも着てましたけど、こちらですよね、アンタークティカパーカー、これはもう完全に守られてる。特に僕のカメラマンのそのふーちゃんなんかはめちゃくちゃいい使い方してると思います。やっぱりこうあんまり動きのない人ってやっぱり寒いんですよ、ずっとおったら。やけどそれしっかり腰まで守ってくれてるし、しかも雪とかも防水やから全く染みてこへんしってなったら、めちゃくちゃ使いの用途は限られるけど、当たってる人にはめちゃくちゃ当たってるっていうようなダウンジャケットになってるので、例えばお仕事で警備員されてる方なんかももうジャストなんですよ。もうぴったりっていうような感じだし、これでまあめちゃくちゃ丈夫やから、羽の中がこう抜けてくるみたいなことが表地に関しては
ありえないんですよ。絶対抜けてこらへんやろなって思うぐらい、実際知らんけどもね。ただまあ裏地に関してはやっぱりあの抜ける可能性はもちろんあるっちゃあるんやけど、その辺もこのパーテックスっていうパラシュートでも使われてるナイロン素材を使うことで抜けにくくなってる、破れにくいっていうところもここまで考えられてると。ただ気をつけていただきたいのが、このいつも言ってるんですけども、ファーですよね。このファーがある場合っていうのは満員電車でおじさんの鼻の中に入りやすいと。そしたらそれを冒頭にくしゃみしだすと、そのくしゃみで鼻水が飛んでくるということになってますので、このファーがあるってことはイコール鼻水を誘発することにもなりかねないっていうところもね、気をつけていただいて着用していただくのがいいかなと思います。で次はね、このヒマラヤンパーカー、もう後半戦ですよ。もうこの見えてる分だけで終わりだから皆さん頑張っていきましょう。僕も頑張っていきますの でこれはね、見てもらったら分かる通り、そのバルトロで優先席を邪魔するダウンジャケットとか言ったけども、そんなレベルじゃないんですよ。だからこれはみんな分かってるんですよ。これ着てる時に電車で座らんとこって分かってるから、それはいいんですけど、それだけじゃなくて周り迷惑かけるじゃなくて、自分も一番めんどくさいことがあって、こういうのごっついの着てる時に限って駅まで向かっておったら思い出すんですよ。あ、ちょっと待ってよ、家の暖房切るの忘れてたって思うんですよ。もうめんどくさい、こんな暑い格好してんのにと思ってまた戻ったらもう汗だくなってるんですよ。でそんな時に限ってガチャって家帰って、パーって暖房切ろうと思ったら切ってるんですよ。おい、切ってるやんけと、もう暖房切ってたやんけと、教えてくれよと思うんやけども、またもう一回駅の方向かわなかった。結局汗だくなってこのジャケット着るんじゃなかった、でおなじみのヒマラヤンパーカーということになっております。だからまあこれはまあ着る人いけないよねっていうことなんで、ほんまに限定されます。これ着るのはオーロラ見に行くとか、もうほんまそういう時しか着ないので、まあ、日常で着るっていうことはないやろし、ましてや車乗る時なんかはもう不便でしゃあないし、場所取ってしゃあないから、これ高いからやめとけとかそういう話じゃなくて、これに関しては使う用途がちょっと限られすぎるっていうところなんで、まあ、ほとんどの人がこれは向いてないんじゃないかなと思います。で次がですね、このウィンドストッパーフレックスなんとかジャンパーみたいな、これね今年はブラック出てないんですよ。で僕これ買った理由が、以前小栗旬さんがこれドラマで着てたからっていうので買って、実際だからサイズ合ってないんですよ。僕これ LM で買ってるんですけど、ほんま L なんですよね。で L がもうその時売り切れとって、別にサイズなんか何でもええわと、もう動画で紹介できたらそれでええわと思って M 買ったんですよ。でもこれ今年見たらなんかネイビーと黄色とかね、結構配色可愛いので、さっき着てたアンタークティカパーカーあったじゃないですか、あれは確かに着丈長くていいんですけど重たいんですよ。でそれを解消してるのがこれなんですよ。結構着丈もちょっと長めで、ほんま L サイズだともっと長いんですよ。これ実はノースフェイスでも昔から出てるアイテムなんですよ。意外と知る人ぞ知るっていうようなダウンジャケットで、ノースフェイスの最後がこれですね、まあ、マウンテンダウン。なんか去年からこのマウンテンダウンの丈がちょっと長くなったとか、なんかそんなのがあったような気はするんですけど、一応紹介しておきます。でこれに関してはただただ運気上げるダウンジャケットなんですよ。めちゃくちゃ運気上がるっていうのも、僕が YouTube 始めた時に、まあ、ノースフェイス系 YouTuber やと思われてたんですね。今でこそ皆さんダウン系 YouTuber やと思われてる方もいらっしゃると思うんですけど、僕そうやってコロコロ形を変えていくんですよ。でそのノースフェイス系 YouTuber やと思われた時の第一弾の買い物がこれやったんですよね。でこれ買ってからもうなぎ登りでズバーンと上がってって、その時チャンネル登録20人とかしかおらんのに、もう何万人までバコーンって上がってって、でそれで今も継続してこうやって YouTube をねお仕事にさせていただいてるっていうのがありますので、これはとにかく縁起がいい。でそれを動画見て僕も買いましたって言ってる人聞いたら、あのその後結婚しました、その後子供生まれました、話しか聞かないんですよ。だからマウンテンダウンジャケットっていうのはこれ着るものじゃなくて、クローゼットの中にあることによって運気を保ってくれるっていう、あの魔法のようなダウンジャケットっていうのを、まあ、ノースエースも言ってたか言ってないかわからへんけど、そんな感じでは僕は思ってます。これでアウトドアブランドって言ったら、いやお前これ紹介しないやん。そうなんです。ナンガのホワイトレーベルっていうラインがあるんですよ。もう一個ちょっとセレクトショップとコラボしてるよと。それが僕以前もこの動画でも言ってるんですけども、そこのセレクトショップさん行かしてもらって、北海道ですよ、行かしてもらって、でそこで買い物もさせてもらったっていう経緯があるんですけど、そこでやっぱ北海道でもめちゃくちゃ寒い地域にあるセレクトショップなんで、そのナンガとのコラボでより北海道でも着れるぐらい作ろうぜみたいなところから始まったっていうのがこれなんですね。でこれ940フィルパワーっていう、まあ今日紹介した中でも最も高いですわ。でハンガリー産のシルバーグースっていうのを使ってて、これ僕も全く同じやつ使ってて、僕の場合ハンガリー産のホワイトグースなんですけど、まあ、ホワイトかシルバーかの違いは、この羽毛のあれがグレーでいいのはシルバーっていう人で、ホワイトの方がいいっていう人はホワイトって感じなんですけど、まあ、もちろんホワイトの方が値段は高いんですよね。ちょっと値段高くなるんやけど、もう全く同じ産地の全く同じところのダウンを僕も使わせてもらってるんですけど、それはね、なんでかって言ったらこれがいいなと思ったからですよ。あ、このダウンの質感めっちゃいいな、これ開けたわけじゃないけども、この感じれるダウンいいよね。だから僕これもうとにかく皆さん買ってくださいって話してたんやけど、今年に関しては色味はなんかパープルとかっていう色味が出てました。で今見たようなフードなしバージョンだけじゃなくて、フードありバージョンとかもあるんですよ。だからここバラエティ豊富なんですよね。形が豊富になってるので、まあ、フードありの方がいいっていう人はね、こういうの
着ていくっていうのもありやし、で値段がだいたいね12万何千円かっていう形になってて、まあダウンに関しては毎年値上がりしてるんですよ。で僕自身も4月にダウン買った時より今の方がダウンの値上がりしてるんです。1キロあたりなんぼって値上がり何千も高なってるんですけど、まあこれはもう止まらへんと思います。来年もまた絶対値段は、要は結局仕入れ値が上がったらもう販売値も上げるしかないから絶対上がると思うんですけど、まあだから今が一番安いっていう状態なんで、まあ、ダウンをね狙われてる方なんかは多分オンラインとか、あとそれ以外にやったら電話とかしたらサイズもちゃんと対応してくれるみたいなんで、電話してもらって、あこうこうこうなんですけどなんかサイズどんな感じがいいですかとか言ったら、お客様に近い方のサイズ感やったらこんなのがいいと思いますよみたいなの教えていただけると思うので、ぜひね気になる方は電話してもらったりとかサイズをね問い合わせしてもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ、国内言ったらもうこれがトップくらいしちゃいます。で最後っていうのがアークテリクスですね。アークテリクスのサーミーパーカーになってるんですけど、これ公式サイト見たらドル計算しかなかったんで、もしかしたらもう国内の販売ないんかもしれないんですけど、一応これ800ドルって書いてたんで日本円換算すると12万円ぐらいっていう形ですかね。でこれも機能的で、まあ、アークテリクスでめちゃくちゃシンプルでね、実は肩のところにしかこうロゴが入ってないと、あとはもうめちゃくちゃシンプルな作りなんだけども、実はゴアテックスを採用してるから完全防水であるっていうところが今回バーッと紹介した中で、完全防水ってマウンテンダウン縁起のいい一家に一着持っとけっていうやつと、あとアンタクティカパーカーとサーミパーカーしかゴアテックスの防水の方はないんですよ。インフィニウムの方、防風の方はまだ何個かあったんですけど、防水の方でそれぐらい少ないんですよね。ダウンで防水の方ってやっぱ少なかったり、そのゴアテックス使った防水ってあんま少ないので、それを考えるとちょっとノースフェイスの感じは嫌やな、もっとシンプルな方がいいなっていう方なんかはこのサーミパーカーいいかなと思うんですけど、ただもう国内で売ってる時からすぐ完売してたんですよ。だからこの800ドルって書いてるのはもう海外しか売ってないのか、もしかしたら国内も売れるんか分からへんけども、多分もうなくなると思いますので、まあ、一応これもさらっとね軽く紹介はさせていただきました。まあどんな人がおすすめかっていうと、意外とこれロング丈なんですけど羽毛の量を調節してあるので結構すっきり着れるんですよ。だから都会の人の方がおすすめなんちゃうかなっていうところが、アンタクティカパーカーと比べると、アンタクティカパーカーってすごい、この僕のカメラマン北海道で来てたぐらいから北海道なんかなとかと思ったんですけど、これ逆に都内とか大阪府内とか、まあ、そういうところで着るのが向いてるようなダウンジャケットということになってました。ということでね、ずらっとアウトドアブランドのダウンジャケット紹介したんですけども、まだあるんですよ。だから一旦アウトドアはこれで終わり、もうおしまい、紹介しきったんですけど、ちょっと省いてます。アウトドアもうコラボしてるやつとか紹介したやつはきりないからもう省いたんですけど、やっぱ高級なダウンジャケットっていうのもまだあるし、でそれがねやったらロング丈とかそういうところで分けてもいいかなとかって思ってるので、まあ一旦アウトドア系のブランドでダウンジャケット探してはるっていう方なんかは、多分この辺りが王道なラインっていうところだと思うので、あそういう特徴あんのかとか、あそういう電車邪魔なんのかとかね、なんかそういう話はさしてもらったんですけど、まあ、自分に合うところをね見てもらったらいいかなということで、本日はですねアウトドアのダウンジャケットを紹介してみたらどういうことになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。